皆さんこんこにちは。交通インフラ研究所です。今回は2021年6月に関係6県合同プロジェクトチームから調査結果が公表されたウエ越新幹線について Wikipedia とウエツ・越ーブ新幹線の早期実現に向けた費用対効果算出等業務調査報告書の情報をもとに検討します。 上越新幹線は、富山県富山市から、新潟県新潟市付近、秋田県秋田市付近を経由し、青森県青森市までを結ぶ計画の新幹線基本計画路線です。1973年1月15日に、全国新幹線鉄道整備法の第4条第1項の規定による、 建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画により告示された新幹線の基本計画路線の一つであり富山駅から妙高高原駅の間は北陸新幹線長岡駅から新潟駅の間は上越新幹線との共用区間とされています実現すれば北陸新幹線 上越新幹線、北海道新幹線とともに、大阪府、大阪市から、新潟県、新潟市及び、青森県、青森市を経て、北海道、札幌市間を結び、日本海側を縦艦する新幹線の一部を構成する路線となり、首都圏を経由せずに、西日本と北日本を往来することが、 可能となりますまずはじめに結論から確認をしていきます今回公表された調査報告書によるとこれまでに建設された整備新幹線と同等の仕様で建設すると採算ラインを割ることが分かりました路線の仕様を落として事業採算性を出せるような事業計画が立てられるかどうかが 今後の課題となります次に調査報告書で想定されたルートについて確認をしていきます。全延長は 656.3km、駅数は19駅、駅間は18区間、駅間平均距離は 36.5km となっています。それでは個別の駅について確認をしていきます。 富山駅は季節の二面四線を流用します。累計駅路は0キロ。速達停車駅となっています。黒部宇奈月温泉駅は季節の二面二線を流用します。累計駅路は33.8キロとなっています。糸魚川駅は季節の二面二線を流用します。累計駅路は73キロとなっています。 上越明光駅は、季節の2面4線駅を流用します。累計駅路は110キロ、速達停車駅となっています。柏崎駅は、新設の2面2線駅、累計駅路は155.2キロとなっています。長岡駅は、季節の2面2線を4線へ改修する見込みです。 累計キロは185.3キロ、速達停車駅となっています。つめ三条駅は季節2面3線、累計キロは208.9キロとなっています。新潟駅は季節3面4線を流用します。累計キロは241.0キロメートル、速達の停車駅となっています。 柴田駅は新設の2面2線、累計キロは266.8キロとなっています。村上駅は新設の2面2線、累計キロは300.3キロとなっています。鶴岡駅は新設の2面4線、累計キロは371.2キロ、速達の停車駅となっています。 坂田駅は新設の2面2線、累計キロは394.4キロとなっています。宇後本庄駅は新設の2面2線、累計キロは449.3キロとなっています。秋田駅は新設の2面4線、累計キロは487.6キロ、速達の停車駅となっています。 東の白駅は新設の二面二線累計キロは543.8キロとなっています高野須駅は新設の二面二線累計キロが570.1キロとなっています大立駅は新設の二面二線累計キロが587.3キロとなっています弘前駅は 新設の二面四線、累計キロは625.0キロとなっています。速達の停車駅になります。新青森駅は季節の二面四線を流用します。累計キロは656.3キロ、速達の停車駅となっています。次に、検討条件を見ていきます。 運行本数は、新大阪から新潟間が日当たり片道16本、新大阪から新青森間が日当たり片道16本、東京から新青森間が日当たり片道16本となっています。速達タイプと各駅タイプの本数比率は1対1で設定しています。 明かり区間の新規区間は310.1キロトンネル区間の新規区間は172.2キロとなっています具体的な場所については右図のようになっています駅部の新規区間は3.8キロ列車編成は8両編成を想定しており速達タイプの停車駅は2面4線で 駅部区間は700メートルを想定しています。各駅タイプの停車駅は2面2線ホー法務長は210メートルを想定しています。次に、時間短縮効果について見ていきます。最高速度320キロの想定ですが、富山駅から新青森駅間は 4時間28分から3時間2分に短縮。新潟駅から秋田駅の間は3時間30分から1時間1分に短縮。新潟駅から富山駅間は2時間25分から1時間13分に短縮される見込みとなっています。次に事業再産性について確認をしていきます。 事業採算性については経済情勢が良く車両能力が向上した場合の展望パターンと経済情勢は注意で車両能力は現状のままであるベースパターンの2パターンで検討が行われていますさらにその中でも3つに分かれておりまして基本とありますのが現在の整備新幹線と同じような仕様で建設された場合 効率的な整備とありますのが、現在の新幹線よりも設備仕様を落として建設された場合となっております。例えばですね、駅舎の簡素化ですとか、現在、伏線で計画されている部分を単線で建設したりとか、そういうように仕様を落とすというパターンを2パターン作っておりまして、効率的な整備丸1、効率的な整備丸2というパターンで出しております。 で結論としましてはです、ね、費用、便益費を見ていただけるとわかりますが、え全てですべて1を割っておりまして、今回の検討による事業採算性はないという結論が出ていると判断できます。今後の課題はですね、上越新幹線の実現に向けて、引き続き検討の進化を進めていくことが望まれるというふうに、今回の調査報告書は謳っております。 特にですね、社会的割引を通常の4%として、事業性のある事業スキームを描けるかどうかということが今後の課題となりますので、さらにですね、設備の使用を落として、事業再産性を上げていくという検討が今後行われるのではないかというふうに考えられます。まとめになります。今回の調査では 事業性のある事業スキームを導き出すことはできませんでした。事業再産性の検討結果によると、現状の整備新幹線と同じ枠組みで建設することは不可能と考えられます。建設する新幹線路線の使用を落として、事業再産性をプラスにできるかどうかが今後の検討課題です。 最後にもう一度結論を確認しておきます。これまでに建設された整備新幹線と同等の仕様で建設すると採算ラインを割ってしまいます。路線の仕様を落として事業採算性が出せるかどうかが今後の課題となります。皆さんはどのようにお考えになるでしょうか